はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。昨日の動画でね、久しぶりにちょっとピーコの声がつい入れて、テロップとかもちょっと入れてね、編集したら、ことのほかコメントいただきまして、太一 TV 復活みたいに言ってくださった方もいて、とても嬉しく思ってます。で、編集する時間とね、やっぱり、その時思いついたものとかにもよるんですけど、なるべくね、あのぐらいの編集はしていきたいなというふうに、ずっと思ってます。ただね、仕事が最近ね、週7日なんですよ。でね、普通の仕事と違ってね、朝から朝、例えば9時から行って、夜の6時までとかを毎日週7で繰り返してるわけじゃなくて、トレーナーなんで、例えば午前中10時に入って、1時に入って、3時に入って、それでおしまいみたいな日もあるし、結構ね、間が空く日もあるし、早く終わる日とかもあるんで、そういう時にね、もちろん休めるんで、全然体はね、疲れてないです。ただやっぱりまとまって時間がないと、動画の編集とかってやっぱ大変で、動画の、撮って投稿するだけだったら本当にもう30分あればできちゃうんですけど、まず編集でやっぱり1時間そこらかかって、その動画を書き出すのにやっぱり何分かかかって、アップロードしてってなってくると、やっぱりトータルにね、動画にかけてる時間って結構大きいんですよね。なので、ちょっとね、この時間は動画の時間みたいなやつ、やっぱり僕にとって動画も結構大事なんで、動画の時間っていうのも作っていきたいなっていうふうに思った、昨日でしたね。はい、ということで、今日の本題に入っていきましょう。はい、今日はね、タイトルサムネイル通りなんですが、減量期、痩せる時ほど、筋トレをするっていうお話をしていきたいと思います。もう勘がいい方とか、もうある程度ね、分かってる方は、そりゃそうだろうって思うかもしれないんですけど、まず痩せるっていう目標を立てて痩せたいと思った時に大前提で守らなきゃいけないものが、こちらです。はい、消費カロリーより摂取カロリーの方を少なくする。これは1日で見てっていうところですね。1日じゃなくても1日2日3日、トータルのスパンで見て減ってれば痩せていくんですけども、分かりやすいように1日で、考えていきましょう。1日の消費エネルギーが、じゃあ分かりやすいように2200キロカロリーだったとしましょう。それ以下にすれば、その足りなかったカロリーの分痩せていくっていう風に考えるのが簡単ですね。はい、じゃあなんでトレーニングを、痩せていくときに多くやらなきゃいけないのかっていうと、人間っていうのは、使わない部分から衰えていきます。で、どこでもそうです。もう本当に脳とかもそうだし、全部使わない部分はやっぱり衰えていくんですよね。で、消費カロリーより摂取カロリーが少ない状態を毎日作っていくんで、痩せるって考えれば、すごくポジティブに聞こえるんですけど、体が栄養が足りなくて、体の細胞どれかを分解して、エネルギーを足りない分足してるんですね。だから、痩せていくんですけど、その時にじゃあ筋トレをもししてなかったらどうなるかっていうと、筋肉が普段の生活であんまり必要じゃない状態になってるわけですよね。で、さっき人間は必要じゃないところから落ちていくっていうふうにお話しました。じゃあ1日2200キロカロリー消費してて、じゃあ2000カロリーしか取ってません。じゃあそのうちの200キロカロリー足りない分を、体の細胞を分解して足すわけですけれども、じゃあ筋肉、この人の体あんま使ってないから筋肉分解してカロリーにしようっていうふうに体は勝手に判断してやり始めるわけですよ。はい、そうすると脂肪はあんまり落ちなくて、筋肉がどんどん落ちていきます。はい、そうなると、筋肉って脂肪より2倍近く重いんで、体重はどんどん落ちていく感じがすると思うんですね。はい、ただ実際は筋肉が落ちて脂肪はあんまり落ちてないので、体脂肪率はあんまり落ちてない。しかも、元の食事に戻した時にとってもリバウンドしやすいというのが挙げられます。なので、痩せていく時こそ、筋トレじゃなくてもいいです。痩せていく時こそ運動量を増やしてあげる必要があります。で、逆に、体を大きくしたい、太りたいっていう時、もちろんこの時もトレーニングね、結構必要なんですけど、消費カロリーより摂取カロリーの方を多くするわけですよね。その時に何を気をつけたらいいかっていうと、体脂肪がなるべく増えないように、筋肉だけ増えるように、
していく、まあ、そのためにまた筋トレが必要になるんですけど、はい、これの繰り返しをしてるから、まあ、ビルダーさんとか、まあ、大会に出る人なんかは結構過度な、ね、増量減量っていうのを繰り返して体のメリハリを作っていく方が多いです、はい、そこまでする必要はもちろんないんですけども、減量期っていうのは特に普段デスクワークしててあんまり歩いてない人とかっていうのは筋肉使ってない部分がとっても多いのでやっぱり筋肉から落ちていっちゃうんですよね。そうすると、さっきも言ったように、体脂肪率は落ちない、体重は落ちていくんだけど、まあ、リバウンドしやすい、体重の数値だけ見ると痩せたような気がするんだけど体のメリハリは全然良くなってないみたいなことも挙げられるので、ぜひ、体を絞りたいと思っている方は、トレーニングをしっかりして、食事制限もしていくといいと思います、食事制限だけで落とそうとすると、筋肉が優先的に落ちちゃうってことも考えられるので、やっぱり食事制限、運動のいいバランスを見つけてやっていくのが一番かなと思います。ピークは筋肉増やしたい、ピークは痩せたい、太りたい、どっちかって言うと痩せたい。あ、でもちょっと丸い方が可愛いと思うよ、鳥。あのさ、ほら眠くなってる時とかにさ、あのふわーって丸くなるじゃん、あれ可愛いよね、でもあれは毛だよ。あ、そっか、あれ脂肪じゃないか、羽か、でもピーク羽ないもんね。そうです、綿です。はい、ということで本日は以上でございます。ぜひ筋トレを忘れなく、ダイエットに励んでみるといいんじゃないかなと思います。サラダだけダイエット、食事全く食べないダイエットでも運動はしない、そういうのはねちょっと危険なので、ぜひ気をつけてあげてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。